レガブです。今回はですね、明治安田生命 J1 リーグ第22節名古屋グランパス対川崎フロンターレの試合を振り返りたいと思います。はい、まあ、この試合、まあ矛盾対決と言われましたし、優勝争いの行方を占う天王山とも言われていまして、まあ首位川崎対2位名古屋の2連戦のまず1試合目です。はい、もう結果は4対0、堅守を誇った12試合で3失点だった名古屋の守備を1試合で4得点と、いやもう最高ですよ、最高すぎる。もうね、この試合に関してはもう言うことないんじゃないですかね。うん、正直もう試合開始同時からもうねテンション高かったですし、もう気合も入ってましたし、集中力も名古屋とは多分比べ物にならないぐらい高かったんじゃないかなと思います。で、まあ、結果的にやっぱ一番大きかったのは3分の旗手選手のゴール、まあ、あの形も素晴らしかったですし、で名古屋は、まあ、寄せが甘かったというよりも川崎の、ね、テンポは速くて、今までの J リーグの多分相手チームのテンポとは、まあ、全然違ったと思うので、そこに慣れるまでにも川崎が取り切っちゃって、でまあ多分ある意味も前半で試合を決めにいったゲームプランだったんじゃないかなと思いますし、それぐらいやっぱ名古屋が、うん、この川崎のテンポに慣れるまでにもう試合決めちゃった感じだったんで、まあ旗手選手のゴールはもう三笘選手のあのね、ダミアンへのくさびのパスと、ダミアンの落とし、ダイレクトでの落としで旗手選手がダイレクトでシュートと、もう完璧でしたね。はい、名古屋の選手全くついてこれなかったし、もう完璧に崩したゴールだったと思います。はい、で2点目はもうあれ家永選手、あんなドグリーンじゃダメですよね。やっぱあそこの寄せはちょっと遅かったかなと、右サイドバックのね、誰でしたっけ、名古屋の宮原選手か、宮原選手がちょっとあそこ躊躇したんですよね。で横にいた米、誰だろうな、米山選手かな、が遅れて行ったんですけど、まあ全然プレッシャーにもならずに余裕を持って家永選手がクロス上げて、もうダミアン選手はあのうまいっすね、ヘディングがもう余裕あるヘディングだったんで、あとはもうコースしっかりと狙って、うん、ヘディング決めて、でもこれがもう開始10分以内に2点入っちゃったんで、もう名古屋もだいぶ浮き足だって、で川崎のプレスも強いからつなげないし、で2枚替えして、それがどっちだったっけな、3点目入ったのは先か どっちかちょっと忘れちゃったんですけど、まあ、3点目がコーナーキック、田中碧選手のコーナーキックから新一選手がすらした感じになって、後ろでダミアン選手がもうズドンと、うん、もう完璧あれはもう、うん、ダミアン選手のバネとフィジカルでもう取り切ったという感じでしたね。うん、でこれで 3-0 になって、でまあもう前半も一方的でしたよね。うん、でしかも給水入るときに、飲水入るときにスタッツ出たんですけど、その時のボール支配率が川崎の 71%、うん、もうニヤニヤしかないですよね。まあもう完璧な試合の入り方で、でまあもっとね点取れるシーンはありましたけど、まあまあ 3-0 でもうほぼほぼ試合は決まった感じでしたね前半で。で後半
まあ頭から名古屋結構来てて、一回もう超ビッグチャンスありましたね。柿谷選手が抜け出して孫亮選手と1対1になったんですけど、超孫亮選手の右足、右手、あ、左手、左ポン、あのスーパーセーブね、うん、あれで、あれ入ってたらちょっと分かんなかったですけど、あれ止めたことでもうだいぶあのワンチャンスぐらいかな、名古屋のチャンスらしい決定機は。でダミアン選手もハットトリックするチャンスありましたけどね、うん、あれはね三笘選手から、まあ、クロス、グラウンダーのクロス入ってきて、でまああれは狙いすぎたのかな、うん、まあありがちっすけどね、 あれ外すの、うん、まああれ決めてればハットトリックだったんで、どうせなら決めてほしかったですけど、まあただそれ以外のプレイヤーも名古屋に脅威を完全に与えてましたし、やっぱね、あそこでもうチョン・ソンリョン選手からのロングボールをもう収められる時点でもうだいぶあれでもう陣地がだいぶ回復できるし、で落としもスムーズだし、で何よりも欠場続いてた旗手選手と清水選手が戻ってきて、でいきなりあのパフォーマンスですよ。旗手選手はもう左サイドバックが主戦場でしたけど、今シーズンはやっぱインサイドハーフも出てても、インサイドハーフに出てもまあクオリティ高い、うん、やっぱあの三角形の距離感がいいからこそ、まあ、清水選手 もちろんいいし、うん、やっぱ川崎のリズムに完全にフィットしましたね、うん、もうさばくところはさばいて、でやっぱワンタッチで次に行けるところにボールを置けるトラップができるようになったので、まああれはもうアンカーとしてはもう素晴らしいし、高さもあるし、で守備もやっぱりしっかりと勘も鋭いし、視野も広いので、まあ落ち着いて見れるようになりましたね、うん、やっぱ解説と実況の方と解説の佐藤久人さんも清水選手のこと散々言ってましたけど、まあ、清水選手自体もものすごい素晴らしいんですけど、やっぱり周りの特に田中碧選手と旗手選手のポジショニングがいいからこそ清水があれだけ余裕を持ってボール触れるわけで、うん、もちろんそこに行きたい名古屋の選手が、ね、プレスかけたいのはもう間違いないと思うんですけど、そこかけたら今度田中碧選手と旗手選手がフリーになるので、やっぱその辺の距離感がやっぱ素晴らしいからこそ中盤3枚みんなボール受けた時に、うん、素晴らしい形でボール持てて、まあ出してももちろん素晴らしいし、やっぱチームとして完成されていたかなと思いますね。まあ、後半名古屋がねボール持ってたのはある程度川崎も、うん、3-0 になって一旦引いてカウンターっていう方がねやっぱり体力的にも、うん、楽になるし、まあ、またね火曜日にリターンマッチあるわけで、そこで無理してね点取りに行っても、まあ、リーグ戦なんで、うん、カップ戦じゃないので、まあ、リーグ戦なんでしっかりと 3-0 で0、後ろをやっぱ0で抑えることを優先した部分もあったし、で、ね、やっぱ狙ってたカウンターから遠野選手の一発、まあ、あれ素晴らしい、シュートも素晴らしい、あれはね無理っすよねあれはランゲラック選手もやっぱあのランゲラック選手でも触れなかったので相当スピードコース完璧だったと思います。はい、うん、でまあ前半そっか1個あったのがダミアン選手のミドルをランゲラックがちょっと触ってポストに当たったし、あれはやっぱすごい迫力でしたね。あれはすごい迫力ありましたね。ダミアン選手のシュートも素晴らしかったし、
ランゲラスク選手のセーブもやっぱり素晴らしかったです。で終盤ほんと85分超えたあたりに斉藤学選手が出てきて、まだやり続ける、やめないよって言ってたのかな、確か。その印象はあります、はい。だからこそ、まあね、あの点差で出てくるのは辛かったと思うんですけど、でもやっぱ、ある意味川崎との試合は出たかったと思うし、まあこっちとしてもやっぱり、元気な姿見れたので、良かったなと思います。まああれだけ点差ついてたので、まあ僕らも、僕もやっぱ、心の余裕がかなりあったので、はい、まあ完璧な試合だったんじゃないかなと。得点もね、3失点しかしてなかった名古屋に4点取って、後ろもゼロで抑えると、もうゲームプラン通りというかゲームプラン以上の、試合だったんじゃないかなと思いますし、両ワイド警戒してたマテウス選手と相馬選手にはほぼ何もやらせず完封ということで、守備もかなり、ね、良かったと思いますし、集中してたと思います、試合通して。で山田選手がねやっぱ自重してたの、まあ、試合中も言われてましたけど、まあ、もちろんやっぱ相馬選手の突破力っていうのは名古屋のかなりの警戒部分なので、まあ、そっちに比重を置いててもほぼほぼ抜かせなかったので、まあ余裕を持った守備対応でしたし、まあ、名古屋山崎選手が前半のね20何分かに交代しちゃったんで、まあクロス上げさせてもある程度はね跳ね返せるっていう自信はあったと思うので、相当ピンポイントなクロスが来ない限りは大丈夫だっていう認識あったと思うので、クロスは上げさせても中はしっかり締めてたのね。まあ危なげない試合でしっかりと勝ち切ってよかったです、はい。ということで、ね、また5月4日、火曜日に15時キックオフで轟きであるので、そっちはまたねまたリセットした試合なのでね、0-0からなので、まあ、そっちで、まあ、名古屋がこのまま終わるとは思えないですし、しっかりと整えてくると思うので、まあ、川崎もしっかりと戻って川崎に戻ってね調整して、名古屋しっかりと返り口にしてほしいですね、また、はい。でまあもうこれで6ポイント開いたんで、まあ次の試合も最悪ドローでも悪くないし、やっぱこの2試合で4ポイント取れれば問題ないと思うので、まあ、心に余裕もできて、まあ、さらにプレーの余裕もできて、またね対勝できたらいいなと思いますけど、まあ、難しい試合になると思うんでね、はい、1点差でも次の試合勝ち切ることを願って僕らは応援したいと思います、はい。ということで以上になります、はい。ちょっとね熱くなって喋りましたけど、まあめちゃめちゃ楽しい試合見せてもらったんで、はい、このね喋りを最後まで見ていただいて本当にありがとうございます、はい。もう本当感謝します、いつもということで、よければチャンネル登録高評価コメントよろしくお願いします、お願いします。それでは最後まで見ていただいてありがとうございます、また次の動画もよろしくお願いします、ありがとうございました。ありがとうございました。